どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、根元の立ち上げ方をやってみました。かき上げ前髪だったりとか、トップのボリューム、まあ、後ろのちょっとボリュームだったりとか欲しい方って多いと思うんですけど、この今日やったやり方は誰でもできる方法になってますので、まあちょっとプチフワピンっていうピンをちょっと使ってるんですけど、それを使うことによって簡単にふんわり、しかも1日キープできるっていう方法になってますので、いつもペタッとして悩んでた方、よかったらこの方法でやってみてください。それでは動画をどうぞ。まずはスプレイヤーで根元にしっかりと水をつけてなじませていきます。くしで溶かしていきます。この時髪の毛がしっかりと濡れてないと分け目が消えないので、しっかりと濡らすようにしてください。次にドライヤーをかけていきます。こっちからこっちに向かって分けるので、ドライヤーで乾かすときはこちらからこちらに向かって乾かしていきます。乾かしたら素早く反対方向に分け目を変えます。するとこんな感じに立ち上がりが出てる状態になってます。次にプチフワピンをつけていきます。分ける位置を決めて、だいたい黒目から上がったところから真ん中に向かって分け目を取ります。横から真ん中に向かって分け目を取ることで、前から見た時に分け目が見えづらくなってます。次に真ん中で分け目を取って、こちら側の髪の毛を分けておきます。前髪からまあ大体 2,3 センチ開けたところの後ろにプチフワピンをつけていきます。後ろの方にもボリュームが欲しい方はもう一つ真後ろにつけていきます。分けておいた髪の毛を上から乗せていきます。プチフワピンが見えないようにバランスを見て、形が整ったらこんな感じで完成です。こんな感じで仕上がりました。猫っ毛の方や難毛の方におすすめですので、よかったら参考にしてみてください。